皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。本日はですね、いつも私が利用しているサービスの、グーパスさんをですねご紹介したいと思います。私、日頃からこういろいろな機材を使って撮影をしたりとか、あと YouTube のこの動画を作るときはですね、やっぱり視聴者さんからね、あの機材のレビューお願いしますとか言われるわけですよね。でもそれ全部やっぱり持ってるわけじゃないから、自分のその何ですか、お金を使ってもう買うにしても限界があるし、自分が使わない機材を買ったところでね、レビュー用で買ったところでしょうがないじゃないですか。でもそんな時にですね、活用しているのがグーパスさんでして、今日はですね、そのグーパスさんって何ですかというところで紹介したいと思います。グーパスさんというのはですね、わかりやすく言うとカメラ機材のサブスクリプションサービスになりますね。毎月月額いくらっていうふうに払って、毎月払う額に合ったサービスを受けることができますよ。グーパスさんの場合はですね、ランクがいろいろあって、金額が変わってくるんですけど、そのランクに従って借りられる機材っていうのは変わってくるんですよ。ランク1だと、いくらいくらっていうような金額があって、そのランク1の中に該当する機材を、借りることができるっていう感じですかね。で、毎月毎月、支払う金額ってのは発生するんですけど、月額を支払っていれば入れ替え放題っていう言い方をされているんですよね。機材を、借りて気に食わなかったら返して、で試したい機材だったらまた借りてみたいな感じで、こうどんどん入れ替えていったりもできるし、言ってしまえばそのままずっと使い続けることもできるわけですよね。普通のレンタル会社と違うのは、やっぱり、普通のレンタルって期間があるじゃないですか。なんですけど、グーパスさんの場合は、月額契約で払っていれば、基本的には、そこ、無期限って言っていいのかな？期限がないんですよね。期間がないと言っても、基本的に月額契約をしてればっていう話なので、1ヶ月単位でこう借りられるっていう感覚の方がいいのかな。私なんかは今利用しているのはこのソニーのね、14-1.8 っていうレンズですね。これを今お借りしているところなんですけども、梅雨じゃないですか、今。だから、いつ晴れるかわかんないわけですよね。だから普通のレンタルだと、これ借りたところで返却期限が来て、その間に晴れなかったら何も取れないわけですけども、グーパスさんの場合は、その月額でお金を払っていれば、基本的にはいつ返却してもいいんですよね。だから、仕事が終わって、これの用が済んだら返却するということで、梅雨で晴れないけど、いつ晴れるかはわからない、そんな撮影に備えるためには、グーパスさんっていうのはすごくありがたいサービスなんですよね。で、一応借りる時の注意点としては、在庫があります。一応グーパスさんの中でレンタルできる機材のその在庫をいくつか持ってて、無限じゃないんですよ。その在庫が少ない、在庫が持ってないやつは、すぐにはレンタルすることできないんですけど、一応ね、予約みたいなのはできるんですよ。多分、その予約をしとけば、グーパスさんの方で、これ借りたい人、ニーズいるんだな、みたいな感じで、優先的にそういうのやってくれるのかわかんないですけど、在庫が潤沢になった時に今なら借りれますよみたいな通知が来るっていうサービスが、ありますね。で、間違っちゃいけないのはですね、借り放題ではないです。一つ、レンタルをしたら基本的にはそれを一旦返さないと次の機材っていうのは借りれないです。基本的には一つの契約につき一個借りれるっていう状態なので、入れ替え放題っていう言い方をされてるのはそういうことなんですね。返却するときはですね、これグーパスさんから送られてくる箱なんですけど、こういう箱が送られてきまして、で、梱包もすごいしっかりしてるんだ。今回の場合は、このケースがあって、このケースの中に、このソニーの 14-1.8GM っていうのが入ってたんですよね。で、この、プチプチの中にこう入れて、で、この、段ボールの中に入れると。一応、同梱物っていうのがいろいろ書いてありますので、返却の時は、あれこれ、ちゃんとないなっていうのをチェックして、グーパスさんに着払いで送れば、返却完了、新しいのが借りれます。入れ替え放題ではあるんですが、入れ替える時の送料は発生します。
たまになんか送料クーポンとか発行されて送料がかからない時とかあるんですけど、基本的には入れ替え時の送料っていうのは、お客様負担ということになっておりますのでご注意ください。まあ、私みたいなね、YouTuber とかはね、基本的にはグーパスさん利用すると、すごくありがたいんじゃないかなと思ってます。あとまあ、機材が好きな方ですよね。いろんなレンズ試したいとか、いろんなカメラ試したいっていう方の欲求にも応えられると思います。もう私がカメラを始めた時なんてそんなサービスなかったですから、借りるのも難しかったですし、借りてもね、それこそさっきの天気が晴れるかどうかわからないみたいな、状況もありましたしね。でも、一回借りて試してみて、ああこれ好きじゃないな、次のにしようみたいなのができるんですよね。これって上達のスピードがね、上がると思うんですよ。やっぱりいろんな機材に触れて、いろんな機材に触れることで目が肥えるし、いろんな機材でいろんな撮影をすることで自分の撮影スキルっていうのは幅が広がるわけですよね。カメラとかレンズに限らず、そのアクセサリー関係ですか、ストロボとかそういうのも借りれるので、なかなか手出しにくいな。で、欲しいけど使ってみたいけどずっと持ってるのもおかしいなみたいなのあるじゃないですか。そういうのは本当グーパスさんを利用すると、皆さんにもメリットがあるんじゃないかなとは思いますね。あとね、グーパスさんの、サイトを見ていただけるとわかるんですが、機材だけじゃなくて記事とかも結構充実してて、皆既月食の撮影方法とか星の撮影方法とか、そういう情報系もですね、割と充実してるんですよ。で、有名な写真家さんがね、結構ディープな記事書いてんですよ。これね、結構必見ですよ。一歩突っ込んだ内容で書いてるっていうか、ここまで書いていいのかな、写真家さんとか思ったりとかね。あとは、ここまで書いて、ここまで情報欲しい人いるのかなみたいな。自分が見て、うお、これは役立つなみたいな情報がね、結構満載なので、それもね、合わせて読んでいただけるといいんじゃないかなと思いますね。だからその、レンタルだけじゃなくて、レンタルしてお客様のところに機材が届いたら、その周りにあるコンテンツっていうかね、お客様の手元に機材が届いたら、次何しますか、撮影ですよね、じゃなくて、まあ撮影もするんですけど、撮影の前に情報欲しいじゃないですか。そういう情報発信っていうか、お客様がその快適にね、機材を扱うための情報提供っていうのも進んで情報発信されているっていう、そういう会社なんですよね。私、社長さんにお会いしたことあるんですけど、社長さん私より年下なんですよね。すごい若い社長さんなんですけど、でも、私のね、チャンネルをね、ずっと見てたみたいなんですよ。で、社長自身もすごい星が撮りたいっていうところで、星好きなんですよね。なんかそういうところでシンパシーを感じたりもしたんですけども、会社ってサラリーマンなので、まあ、カメラが好きかどうかってぶっちゃけどうでもいい話なんですよ。でも、ちゃんとそこに、携わっている方々が、写真が好きでカメラが好きでっていうところが、やっぱり基本的にあって、そういう根本的な概念のもとに自分たちとこう接してくれてるっていうことの、なんていうんですかね、好印象さっていうんですか、そういうところもね、私結構好きなんですよ。注意してもらいたい点っていうことで、ちょっと今ね、メモをいただいてるんですけど、入れ替えの時は必ず先に送り返してくださいと。で、専任のスタッフが無事に機材が戻ってきたことを確認してから、あなたレンタルできますよっていう状況になりますので、一応その返却するときに、今機材送りましたみたいな感じで、連絡をすることができるんですよ。で、それで、グーパスさんの方で機材確認したら、じゃあ次借りていいですよ、みたいな感じになるんですよね。まあ、そこをまず注意1点と、あと配送時ですね、届いた時に、機材が届いた時に箱が潰れてた。で、中にちょっと不具合があったっていう時には、3日以内にチャットしていただければ、ちゃんと、対応しますよってことでした。たまにさ、つぶやく人いるじゃん。その、例えば、仮にこう届きました、中見たら、なんか、例えばレンズが汚れたとかね、フィルターが割れてたとか、プロテクターが割れてたとか、そういうのあったらするじゃないですか、仮に。なんかこんなん届いてグーパス最低みたいな人いるじゃない。ああいうことはしちゃダメよって、これ今私の言葉ですけど。あと、破損した時はすぐにチャットでお知らせしてもらいたい。盗難紛失は警察に届けてもらいたい。なるべく保険が効くように対応したいのでよろしくお願いしますということで。メモをいただいてます。あとね、俺知らなかったんだけど、毎月16のつく日、色のつく日ですって、は、
グーパスデイと称していろんな企画を用意しているのでお楽しみにということで、連絡このメモをいただいております。はい、ということでですね、こんな感じでいいかな。あのグーパスさんの紹介でございました。でですね、多分今年もやると思うんですけど、最後に告知なんですけど、グーパスさんがですねいろんなイベントを企画してくれてたりします。で、私が関わっているのがあの、あちむらっていうですね、長野県のあちむらというところに、まあ、星空が綺麗な場所と、環境庁が認める、星空の美しい場所、それに認定された場所がありまして、それが長野県のあちむらっていうところなんですよね。そのあちむらをベースにして、いろんな、星空撮影会とかを企画して、されてるんですね、グーパスさんが。で、そこに私も乗っかってて、年に一回ですね、ファンミーティングやらせていただいてるんですよ。まあ、去年が実は第一回だったんですけど、今年の11月もですね、その、あちむらファンミーティングをやる予定なので、そういうグーパスさんのね、主催するイベントっていうのも面白いものがたくさんあるので、まあ、私のファンミーティングだけじゃなくてね、あるので、そういうのにも参加、ご参加いただければなと思います。はい、ということで、今日の動画はここまでになります。グーパスさんに興味のある方はぜひ利用してみてください。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。